はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。いささか急文に属しますが、先月の9月15日伝説の漫画ジジメタルジャケットでおなじみのというよりは、この当時は泉正幸名義で共作していて、今や孤独のグルメの原作者として知られる久住正幸先生のツイートが話題になっておりました。それがこちら。最近いくつかの新聞社から孤独のグルメについてのインタビュー依頼があったけど、今回は無償でとか報酬と著者構成はございませんというので断る。宣伝してやるからインタビューただでさせろっていうみたいな新聞社の態度は時代錯誤で非常識。これあまり知られておりませんが、新聞社の取材というのはロハただ無料です。そしてツイッター名聞かじり記者と名乗るアカウントが久住先生のツイートを引用する形で新聞社側の事情をこんな風に説明しております。取材は無報酬が原則です。金銭の介在により真実性が歪みかねないからです。非常識というものがあり得るとすれば、無報酬原則を相手に押し付けてごねたり非したりといった場合です。まあ隠しているということですね。取材側は基本無報酬でお願いしますが、そこに納得がいかなければ断っていただいて全然 OK なんです。匿名のアカウントながらこのツイートには盛大に批判の声が寄せられて、この撮影をしている時点で断っておきますが、9月19日を最後に更新が止まっております。そしてこれは推測に過ぎませんが、お身内からストップがかかったんじゃないかと見ております。なぜならば、嫌なら断っていいんですよっていうことならば、うん、じゃあ取材断るっていうものが広まってしまうと、新聞社の皆さん、記者の皆さん、仕事にならないからです。ある意味天に唾をするようなツイートをしていたんです。そしてこれからだいたい1ヶ月経ちました。今新聞記者の嫌われる努力の快進撃が止まりません。それをあのひろゆき騒動に確認します。まずひろゆき騒動の説明を沖縄タイムズの記事より紹介します。インターネット掲示板2チャンネル解説者のひろゆき、西村ひろゆきさんが3、4の両日名護市辺野古のキャンプシュワブゲート前を訪れた。新基地断念まで座り込み講義3011日と記す掲示板を0日にした方が良くないなどとツイートし、市民が反発している記事を書いたのは編集委員阿部武記者です。これが10月6日の記事で、その後ネット番組アベマにて、その当人のひろゆきさんと記事を書いた阿部武記者さんなどを交えて討論的なみたいなっぽい企画が配信されておりました。討論的なというのは、それ議論が噛み合ってないからです。成立しないキャッチボールをやっているんです。こうした前提があってか、毎日新聞の宮原健太記者のツイートは、ネットでぽやっと、まあ小さいながら炎上騒動を起こしておりました。そのツイートはこちら。ひろゆきにしろ、谷原章介にしろ、呼び捨て。政治の知識も大してない人たちが、事実関係について言及しようとすること自体がニュース番組として間違っている。彼らが話せるのは、それこそただの感想くらいだ。こちらのツイート、ネットの皆さんの何かの金銭に触れたのか、じわじわとながら確実にネット上に拡散され、ツイートから3日経ってシェアニュースジャパンにネタにされておりました。こちらの記者さん、毎日新聞のサイトにあったプロフィールによると1992年生まれですんで、御年30歳ぐらいかなと思われます。なんでも学生時代は演劇にのめり込んで、さらには空手もやっていた。そして2015年に毎日新聞に入社します。まずは地方を回り、西暦でいう2019年から政治部に移ったとのことです。これ普通に考えれば政治との接点というのは3年間ということになります。人の志は確かに3日もあれば変わります。ただ残念ながら知識を身につけるには時間が必要です。そしてそれを体系的に理解するには経験、これもまた不可欠です。学生時代に例えば海外の報道機関のインターンなどをやってれば話は別ですが、演劇と空手にのめり込んでいて、一体政治の知識というのはどこで身につけたのかという話になります。さらに直近で3年間の政治部勤めということは、まず安倍元総理、菅義偉前総理大臣、岸田総理とそれぞれの1年間だということになります。ただこちらの記者さん、政治部担当になってすぐに安倍元総理の番記者になったというんです。切れ者のスーパーエースで毎日新聞の未来を背負って立つということから、当時安倍一強と言われた安倍元総理の番記者に大抜擢されたというのでしょうか。私にはそれを確認する術はありません。
そこで業界に明るい人の声を SNS で探すことにしました。ジャーナリストの石井隆明さんはこんなツイートをしております。安倍元総理に怒鳴った記者の偉そうなこと、新聞記者、特に政治部って偉い人と接することで自分が偉いと図が高い人が増える傾向、それでいて知るのは偉い誰かを知っている、誰と話したという客観的にバカバカしい話ばかりだって。なるほど、昭和時代から俺暴走族の〇〇ファン知ってんだぜと一二度チーズって挨拶、しかも遠くからしただけでもまるでマブダチかのように語り、さらに自分が偉くなったような錯覚を起こす人間というのは一定数はおります。ただお名刺を交換して集めた名刺の数で政治を理解しているということになるわけありません。政治を理解するとはポケモンカードや遊戯王カードのようなトレーディングカードゲームではないからです。さらにこの石井隆明さんのツイートに安倍元総理に大変近かった産経新聞の畔蒜瑠衣記者はこんなコメントを寄せておりました。政治部の一番下っ端である知識も経験もない総理番でありながら、総理に対して怒鳴った時点で政治を知らない人だと思います。番記者とは各新聞記者が有力な政治家に専属の記者をつけることで、その狙いは人間関係を構築することです。この人間関係によってあわよくば得だねゲットだぜというのを目指しての番記者なんです。この怒鳴ったことの真相というもの、いきさつについては私は分かりませんが、取材対象者に喧嘩を売るというのは政治の前に、いや記者の前に、いや大人としてどうかしてるぜという話になってしまいます。さらに毎日新聞の紹介するプロフィールによりますと、次に立憲民主党の当時の枝野幸男代表の番記者になっております。すると何がしかのご事情で異動を、ポジションチェンジとなったと推測することができます。さて立憲民主党の方の番記者になりました枝野幸男代表の体制は、昨年の衆院選秋の選挙によって Let's mean 惨敗喫石剣とばかりに瓦解してしまいました。白がこう言ってます。逆進、ネットスラングで言う逆進とは、望んだ結果が叶わず応援した人が落選する、一般的な用語で疫病神に隣接する言葉です。もちろんこれは偶然だと思いますが、毎日新聞の記者さんが張り付いた政党の代表というのは与野党問わずその椅子から離れていっているんです。一人目は病を理由とした安倍元総理ですし、もうお一方は立民惨敗議席権の枝野こと枝野幸男代表です。さてそうなってくると気になるのは現在の立憲民主党の代表であらせられる泉健太さんなんですが、どうもこの記者さんのツイートを追いかけてみると、この秋の人事異動で政治部離れて外務省に行くそうです。そしてその異動に立憲民主党の広報担当者がねぎらいのコメントを寄せておりました。あまりにも優秀すぎて一つどころに収まらない人物なのかもしれません。さて毎日新聞の記者さんが挙げつらっていたのも、これひろゆきさん騒動です。今先ほどの沖縄タイムズの記事を書いていた阿部武記者は SNS などを通じて執拗にひろゆきさんを攻撃しております。中にはあの実写版進撃の巨人をガタガタのメタメタにして世界中を悪い意味で驚かせた映画評論家の町山智博さんの、ひろゆきさんの番組を切り取りして切った貼ったをしたツイートを引用して、安倍記者はこんなツイートをしておりました。霊障系というネトウヨとは別の相手が現れたのかと思っていたらネトウヨだった。ヘイトスピーチだけはしない同類かと思っていたら醜悪なヘイトスピーチをしていた。で、この安倍記者が引用した町山智博さんのツイートに対して著名ツイッター民イカ略ちゃんさんが、次のツイートでそもそも町山智博さんのツイートってどうなのと疑問を呈します。元動画を確認しましたが、この部分は抗議活動をされている方たちが本土の人なのか現地の沖縄の人なのかという説明ですね。ひろゆきさんが実際に言葉を聞いていて沖縄の人ではないと思ったという部分、どうしておかしな切り取りをするんですか、最後は怒り役とさせていただきます。はい、私も元の動画確認しましたが、だいたいそんな感じです。すると毎日新聞にせよ沖縄タイムスにせよ、新聞記者への疑惑がチダバーン。さて新聞記者と言いますと、そのままズバリのタイトルで出したコラムが映画化され、ネットフリックスでドラマ化された東京新聞のスター記者望月磯子さんを思い出さずにはいられません。
その東京新聞の労働組合を名乗るツイッターアカウントが、読売テレビミヤネ屋の野良動画。この野良動画に対して、ミヤネ屋の動画をありがとうございますとお礼を述べていたんです。野良動画は確かに現時点でグレーゾーンなんですが、というよりこの野良動画に感謝を捧げるところに、孤独のグルメでおなじみの、久住正幸先生の謝礼の話にガチコーンと接続するように思えてならないんです。ここで沖縄タイムス、毎日新聞、東京新聞ときたらこちらも確認しておこう。朝日新聞です。今回は朝日新聞の OB さんですが、昨年5月31日まで朝日新聞の記者で現在フリージャーナリストとして活躍されてるのかなという鮫島博さん。10月7日のご自身のブログの中で、政治家の説明責任をこう断じておりました。裁判には疑わしきは罰せずという推定無罪の大原則があるが、民主政治における政治家は疑わしきは罰する、辞任させるが大原則なんだ。え？つまり疑惑を晴らす立証責任は政治家の側にあり、国民を納得させられない場合、説明責任を果たせない場合は役職を引いて辞任せよということだ。はい、疑いを持った、説明できないから、はい、辞任というのが元朝日新聞記者さんの主張です。それもはや法治国家じゃありません。森かけ、桜、少し前に遡って安保法制などなど、多くの国民が納得したから、安倍政権というのは、憲政史上最長の7年8ヶ月、そして国政選挙6連覇を達成したんです。一方、どれだけ説明を尽くしても、そして選挙結果によって民意が明らかになっても、鼻から聞こえないとやっていたのが、そして今もやってるのが、いわゆるリベラル系のメディアで、それは新聞でテレビのニュースやワイドショーです。ここでいささか気になるニュースが、私の得意とする IT 分野から飛び込んできました。 Google のピチャイ CEO が2年後の2024年をめどに日本へなんと1000億円を投資すると岸田首相を表敬訪問して明言したんです。さらに携帯ウォッチによりますと、 Google の慈善事業部門である Google ウォーグを通じてなんと600万ドルを拠出して、日本国内でデジタルがもたらす恩恵を広める非営利団体に資金提供するといいます。 Google の慈善事業部門からは、朝日新聞と毎日新聞の OB ががっつりと食い込んでいる、日本ファクトチェックセンターに1億円年間1億円出資するとありました。ここでこの慈善事業というところがいささか引っかかっておりました。白がこう言ってます。爽快や。つまりGoogle から見るとこういうことなのかもしれません。朝日新聞といえばエビデンス、そんなんだよ、いやそんなこと通じるんですかと思ってたらね、あの毎日新聞にとっては中国からお金もらってね、中国からお金もらうとね、なんかよいしょっていう記事書く。あ、そりゃいいこと聞きましたってことはね、あのとにかくギャスかギャスかね、馬鹿が騒ぐとめんどくせえからお金ちょろっと払っとけばね、それでもうシーシーシー、もう今の時ね、オシントンの時代ね、新聞なんかいらないんだけど、まあ小銭で済むならシー。爽快屋対策でした。バレました。何かというと、ただで情報を得ようとし、言葉を費やしても理解せず、俺様が理解しないならば政治家やめろと主張をし、ひろゆき騒動で確認するように、わずかでも気に入らなければ発言を切り取り、事実上の捏造をしてまで攻撃をする。さらにその主張するところは存在の全否定です。まるでかつての爽快屋なんです。こうした視点で見たときに、爽快屋というのは今のルール的には認められない方向になっております。そんな反射的なものに、公共を理由としたからといって、軽減税率など、消えた、消えた、ザンバーン、とすると同時に、もはやエコ、SDGs の観点から、もう紙の新聞そのものが、消えた、消えた、やったとなった方が良いんじゃないかななんて考える、今日この頃でございます。気に入らない意見に反論するのは結構ですが、その存在を全否定するというのは多様性の正反対、今時で言うなら真逆にあります。日本のリベラル系メディアというのは一体何様なんでしょうかと白が言っておりました。というわけで、我々はあくまで是非でかかとに体重を残して頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
な外交安倍晋三完全消滅説というものが何にモルゲストよって答えたんですが、モルゲストよかって紹介した。赤が勝ち、羽生くんすごい、犬くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと。番組最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんチョキ。私がチョキなのでグーを出したあなた、グーレイトマジンガーからのぜ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、違いますね、あなたと私で123のトリプルピース。そしてパーを出したあなた、さよならさよならさよなら淀川長春かーい。それでは本当のバイバイ。